柴吉門、吉門は、室町時代中期から、後期の武将、守護大名、室町幕府官僚、越前、尾張、東東美守護、柴氏、武英家十一代当主、足利市一門の渋川市出身で、三官令筆頭の柴武英家を相続した。父は、渋川義教、母は、山梨氏出身で、山梨総運の字にあたる三名説守る。 実名不詳の娘とされている。長六三年、千四百五十九年、柴氏の先々、大当主、柴義都氏は、家臣の守五代、貝常寺と対立し、長六合戦、八代将軍、足利義政の怒りに触れて悲鳴され、実施、松尾丸、後の柴義弘が家督を相続する。二年後の干渉二年、千四百六十一年八月二日に、 松尾丸も敗され、吉門は大まかには、柴氏と同じ足加賀の一門渋川氏の出で、かつ、ひいばばが、柴義行の娘であるという縁から、同年の10月16日に吉政の特命により、柴氏の家督を継承することとなる。この時、尾張、越前、東東美の守護にも任命されている。この家督相続には、幕府の関東政策が絡んでおり、常に軍事力不足だった。 吉政のイボ兄ニの堀越久保を、足利正智の要請に、吉政が応じて、政友の執事である、渋川義教が、しわし当主の実父という立場から、足一門最強の芝軍を動員できるように、工作したとも言われている。吉政は、最初、吉都市、常地を関東に派遣させようとしたが、両者が命令に従わず、内乱を起こしていたため吉都市を罷免。 松尾丸を当主においても、長六三年から翌四年、1460年にかけて、柴市両国の東東海で、今川藩省の反乱が勃発、関東情勢に不安が残されていた事情もあった。ところが、干渉二年十月に再び東東海で反乱が起こり、翌干渉三年、1462年に、 幕府の介入で反乱は収まったが、関東で幕府方の上杉持友と父が清掃を起こし、三浦時高、千葉三種、大田道真ら、持友の重心が隠居、事態を重く見た吉政により父が失脚させられてしまった。さらに干渉四年、1463年11月、吉正聖母、日野茂子の死去による大社で、吉利、松尾府市と、 畠山義成が謝名され、義門の立場は悪化した。義門の家督相続は、上記の関東政策のためであり、儀教が失脚した以上、義門の必要性はほとんどなくなり、義政は、義都の復帰を考えるようになった。干渉六年、1465年に、義門が、芝市と同族の欧州丹大、大崎則兼との取次ぎに失敗したことも影響しており、 吉都氏がかつて、大崎則兼金と取り継いでいたことと常めがなくなっていたことを合わせて復帰行を始めた。しかし、一方的に廃着されることを恐れた吉門は、吉政の妨害に動き出し、山名総運、畠山吉成の連携に奔走した。吉都氏は、吉政の側近の万所執事世貞自瀬木に誠しべの格作で、干渉六年十二月三十日に、 京都で吉政と対面、翌文章元年、1466年7月23日に、幕府の裁定で吉門は幕府への出資を停止させられ、8月25日には、吉都市への三カ国の守護返還を命じられた。しかし、この時すでに吉門は総運派と手を組んでおり、吉都市の支持者だった元官令、細川勝元ラジ大名も、 貞ダから側近州に反感を抱いていたためや、問題は複雑化した。義利は貞ダか、新しべ、赤松正則らと共に9月6日の文章の、政変で失脚し、1四日に守護職は義門に、戻された。さらに総運、義門らは勝本派の排除も狙い、大和で挙兵した畠山義成を呼び寄せ、応仁元年、1467年1月8日に、 吉門は、吉成の軍事力を背景に、畠山正長を官僚から追い落とし、公認として官僚に就任。岐阜の総運らは吉門を支持し、吉都氏は勝本を頼り、柴氏の争いは、足利将軍家の家督争いや畠山氏の争いと、関係して、応任の乱の原因の一つにもなる。なお、応任元年5月1日には、左平左に任じられている。 斉藤近本日記。応仁元年1月18日、京都北部で吉成と正長が激突、五霊合戦、敗れた正長が姿をくらましたことにより総運派が実権を握ったが、勝本も巻き返しを図り、5月に吉都をはじめ勝本派が総運派の両国を襲撃、両派ともに京都に大軍勢を呼び寄せ、26日に、 京都市街において、状況の戦いが発生、応仁の乱が始まる。翌2年、1468年に7月には、幕府より、官僚、参加国守護職を剥奪されるが、西軍内ではなおもその地位に留まった。吉門は総運率いる西軍に属して各地に、転戦するなど、西軍の主力を担ったが、文明3年、1471年に、有力家臣の一人である。 朝倉高景が越前に下校した後東軍に属し、文明7年、1475年に、海都市密も東軍に基準して、孤立、幕府から追悼を受ける。同年11月、尾張守護大の織田敏弘を頼って、尾張に下国し、東軍に組みした、吉利、義吉弘夫子と、織田里下原の勢力を一時同国から駆逐する。しかし、吉利、 吉弘夫氏の盛り返しにより、文明年、千年1478年に、敏弘が守護大を更迭され、貧帝が新たな守護大に任じられると、貧帝は幕府から京都大臣を命じられ下国、吉門は敏弘と共に幕府から京都と断じられ、終わりでの支持勢力をすべて失った。その後の行方は不明となるが、大乗員自社雑事記。 炎徳三年六月三十日上に記された芝市の、経図には、渋川殿、レインボーとあり、炎徳三年、1491年の段階で、吉門は亡くなっているために居所に関する中期が、記されていないとする解釈もある。一方、吉門の子が、朝倉高陰に報じられて、越前国に下ったことは、大乗員自社雑事記。 文明十三年十一月四日上に見え、同期の縁徳三年六月三十日上に登場する某と同一人物を指すと考えられる。この子は、活色で坂江胸と称し、その九年後の縁徳二年、1490年に、レンガ氏の正弘が一条国で坂江胸と会ったことが、正弘の句集、松下記に記されている。この息子が、朝倉高陰の息子死刑の衰退により、 義春と名乗ってが将軍家の連死にあたる倉谷久保を継ぐこととなり、名目上の越前の国主とされたので、越前に移り住んだという説が有力視されている。一方で、倉谷久保は後世の創作で、実際の倉、谷氏は欧州芝氏の着流もしくはそれに近い系統に属し、義春との関連性は見出せないとする反論も出されている。 日付は旧暦。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。